ニュースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩委員長の歴史的なロシア連邦訪問1周年に際して20日朝鮮民主主義人民共和国との友好及び文化協力ロシア協会が声明を発表しました。声明は、朝鮮人民の最高指導者金正恩委員長は2019年4月25日ウラジオストク市のルスキー島にある極東連邦大学でウラジミル・プーチン大統領と対面し会談した。これはロシアと朝鮮の関係発展の新たな前世紀を開き、朝鮮半島の強固な平和と安全保障で重大な意義を持つ歴史的な出来事である。ロシアと朝鮮の友好協力関係を発展させるために積極的に努力する。朝鮮人民が朝鮮労働党中央委員会第7期第5回総会の決定を実行するための戦いでより大きな成果を収めることを心から祈ると述べています。朝鮮労働党中央委員会政治局委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員のキム・ジェリョン内閣総理が各部門の実態を現地で把握しました。キム総理は関連湖の淡水化工事場のシャンソン青年第1弾ポンプ場と用水路を見て回り、設備と資材保障の対策を綿密に行って工事を繰り上げて完成し、樹木をたくさん植えてダムを保護することについて述べました。クンポ鉱山で管理職が設備や条件にこだわらず実情に応じた採鉱方法を積極的に導入し、葉っぱの効率を高めてより多くの鉱物を生産することについて述べました。また鉱石運搬の条件を改善するためのことを協議し、部品や資材の保証など生産活性化の実務的対策を取りました。金属工業部門の各工場企業で鉄鋼材の生産を増やしています。キムチョク製鉄連合記念所では第一四半期に酸素分離機の遠心酸素コンプレッサーの稼働の技術上の問題を解決して、酸素上引き転炉と熱化ガス構成設備の安全運転を図りました。この他にも酸素上引き転炉に鋼材の質を改善するための工程を新設するなど、自国の原料燃料による製鉄工程を管理するための技術革新を計画的に進めています。関西製鉄連合企業所では国内に多い原料で脱硫剤を開発できる方法を見出したのに次いで、いろいろな脱硫装置を開発して鋼材の質を高められる見通しをつけました。プリョン合金鉄工場では新しい技術革新案を取り入れて1個の炉で鋼鉄1トンあたりの原料消費の基準を大幅に下げながら従来より生産性を1割もっと上げました。コマル山というところのサーモン海面養殖事業所で蓄養場を新築しました。延べ建築面積2000平方メートル余りの蓄養場にはサーモンと明太をはじめ魚の人工培養と放流養魚に必要な条件が揃っています。事業所では短い間に蓄養場を作り、自ら培養した数十万尾の明太の稚魚を放流しました。今蓄養場の統合制御システムの確立が終盤で進められています。今年に入って全国的に190校余りの技術工系中学校が新設されました。新学年度の開始とともに運営される190校余りの技術工系中学校は IT 部門の人材をより多く育成しようとの朝鮮労働党の構想によって設立されました。各道市区域郡の関係者と教育者は今新設の技術工業中学校の運営の準備に力を入れています。森林研究院の森林植物工学研究所の科学者が森林の病害虫の駆除に効き目のある植物性農薬を開発しました。科学者は国内のどこにも育つ多年草を利用する植物性農薬の製造法を確立し、各部門と主な地域で適用の効果を確認しました。また植物性農薬の生産の工業化における科学技術上の問題も解決しました。こうして化学農薬に比べ製造コストが3分の1しかならず、主な森林の害虫に対する殺虫効果の高い植物性農薬の開発に成功しました。
朝鮮国際貿易促進委員会から朝鮮商品という本の改正版が出ました。1907年、2018年に発行された本は国内だけでなく世界の多くの国と地域に広く普及し、朝鮮の企業体と商品について外国の企業家に知らせています。改正版には国内の名だたる48の企業体とそこで生産される特産品と食品、健康食品、軽工業製品、電子製品、仕上げ建材、金属材料など様々な商品が紹介されています。また世界各国と地域に在住する朝鮮国際貿易促進委員会の各事務所の電話番号とファックス、電子メールのアドレスが示されています。朝鮮国際貿易促進委員会は国の対外経済政策と貿易関連法の規範、他国との二国間及び他国間の条約と協定、そして国際貿易関連に準じて貿易促進活動を行う非政府機構です。偉大なキム・イルソン主席が1921年1932年4月25日、朝鮮人民革命軍を創建した有意義な日に際して、25日の労働新聞に、党の導きに限りなく忠実な我が革命武力は必勝不敗であると題した社説が載りました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。